鏡の迷宮だ。別れて進もう。今そっちに行く。その場で100数えて待っていてくれ。ほら、見つけただろ？これから先、君がどこへ行っても、どんなに離れた世界に行っても、僕は必ず君を見つけ出す。洞窟の比喩を知っているか？君と出会うまで、僕はこの世界で起きることはすべて、ある程度予測可能だと思い込んでいた。でもあの日、君は突然、僕の目の前から消えた。あの時、突然自分が洞窟の囚人になったように思えた。立ち上がって見渡せば、これまで知っていた世界とはまるで違う世界が広がっているんじゃないか。それからしばらくは、どうすればいいか正直わからなかった。あの時は本当に驚いた。でも、僕はあの時のことを偽りだと否定したくはない。そんなことをすれば、君を否定することになる。僕は君を信じ続ける。だからこれからもやりたいことはやるべきだ。僕はいつでもそばにいるから。
君は僕にとって 100% の真実だ。スケッチブックを見ていたら、アモーレに君が描いた僕の絵を見つけた。君の絵では僕はシャツを着ているが、あの日は確かハイネックのセーターだったはずだ。それから鏡の迷宮を出てスイーツを食べに行った時の絵についてだが、クリームを口元につけた覚えはない。なるほど、そのアレンジとやらが至るところに見受けられるな。まあ僕には何の害もない。それに君の新たな一面が見られて、ある意味面白かった。ところで僕からもお礼の品を用意した。鍵だ。アモーレに行ったあの家の僕の部屋、思い出が詰まった場所の鍵だ。僕のことを知りたいと言っていただろ。だから過去の僕を君に送ることにした。今の僕は今の君の目で見ることができるだろう。未来の僕も君と一緒にいるから問題ない。僕がどんなに変わっても君への思いは変わらない。それだけは覚えておいてくれ。